こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークももう折り返し戦に来ました。折り返し後半戦です。はい、後半戦。はい。皆様いかがお過ごしでしょうか。過ごしでしょうか。はい。まあ、そんなこんなで、はい、今日も、動画でおすすめをご紹介したいと思いますけども、はい。今日のコンビも、まあ。プチレアもキャラ、プチレアキャラ一回現れるかどうかみたいなレアキャラ、そう、私清水と、パルコ店から荒垣でございます。よいしょ、よろしくお願いします。伸びたね、髪伸びましたね。まあ、多分絶対社内で一番すごい髪とヒゲっていう自信はもうあるけど、いますか、ね、2週間前より当然髪が伸びてから、はい、ちょっともっとボリューミーになった、はい、ふわふわ感がですね。あ、じゃあもう次いつ現れるか分かんない日にもし来た時はもっとすごいかもしれないと。はい、はい、間違いなく OK、 大きくなってると思うんで。はい、まあ、次はそれをね楽しみにしたいなと思いますけども、はい、お願いします。はい、時間も迫ってまいりましたので急ぎ足で進めます。急ぎ足でいきましょう。はい、で、まあ、ゴールデンウィークもこの5月になってますけども、はい、でこの5月といえばあの洋服屋的な話をしますと、もうぶっちゃけ、はい、最初に頼んでるもの、要は入荷の予定が決まってたものって、はい、もう 100% 近く、うんうんうん、もうほぼ入ってるんですよ。入ってますね。はい、でなんで、まあ、当然物が売れていくとあの我々も補充しなきゃいけませんので、はい、この時期洋服屋あるあるは、ネタ探しに必死と。必死です。そう、本当に必死。もうあらゆるメーカーさんになんかないっすかみたいな、もうね、はい、あのひたすらね何か皆様に喜んでもらえるものはないかと、はい、必死に探してましてですね。で今日もやっぱパンツ人気がやっぱもうねやっぱパナではすごいので、はい、まさに今日の主役も、サプライズ枠な入荷なパンツでございますと。パンツです。ズバリアントラミでございます。アントラミ、はい、来ました。でアントラミの、リネンコットン、ストレッチイージーパンツ、イージーパンツ、はい。で、あのアントラミといえばもうパンダではもう、はい、こうずっとこうここ最近はイージーパンツを、ね、イージーパンツですね、あのメインで展開してますので、はい、もうむしろイージーパンツブランドだとね多分イメージしてる方々も本当に多いぐらい、多分そんな認知もされてるという、はい、あのね、人気なんでございますが、はい、見つけました。見つけましたか。イージーパンツ見つけた。イージーパンツこれはね本当にいいです。自信正直満々でございます。はい、で、言った通り、素材はリネンコットンな、はい、イージーパンツなんですけども、はい、普通ここパンダで言うと、うん、何かじゃあいい素材のパンツを見つけたりすると、はい、まあ、大体やって2色、うんうんうん、はい、もう2色展開っていう、2色展開セレクトをするんですけども、はい、稀にあります。よっぽど気に入ったものがあったとき、はい、我々も皆様と同じ選びきれない。っていうところで今回豪華4色展開、4色ですね。これはすごい、すごい、まあそんな4色も用意してるぐらいだからよっぽどこれもう気に入ってるものだと思ってもらえるといいなと思うんですけども、はい、あのね色がまたいいんですよ。いいっすよね、本当によくて、はい、ね、あの要はあのイージーパンツってねもう本当にその名の通りこう履き心地イージーな、まあ、はい、ウエスト例えばゴムとか、はい、こうドローコートとか、はいはい、まあ、要はベルトなし履けますみたいな、はい、まあ、いろんな、ね、タイプがあるとは思うんですけども、はい、今回のね本当に秀逸なモデルでして、はい、まあ、形はあの、まあ、その名の通り、まあ、そんな別にタイトなパンツじゃなくて、はい、程よくふんわり感のある、うんうん、あのシルエットでも、はい、このシルエットも結構ね、キーというか、はい、要はパンナ系のこう大人の方ってなかなか太パンってやっぱ履けないじゃないですか。そうですね、要は太すぎるとちょっと子供っぽくも見えるし、はい、でもしくは細すぎてもちょっと夏の気分じゃないなとかっていう、そのねやっぱ絶妙なラインって結構ねセンスが問われる、はい、とこだと思うんですけど、このブランドは本当にセンスが良くて、うん、そういうちょうどいいバランスで作ってくれてます。はいはいはい、はい、で仕様をご紹介しますと、あの前はもう一見すると普通のパンツですよね。はい、で後ろこのパターンがゴム、ここなんですよね。もうこのウエストゴムっていうのがもうこの究極に楽ちんな、
履き心地を、はい、まあ、履き心地そしてフィッティングフィッティングですねをもうね、はい、作り出せるんですけども、はい、で内側も言った通りこう紐ついてます。でドローコードで、これが要はこうやって紐ね前に出してもらって、別に見せ紐みたいなのもいいんですけど、はい、これ内側についてるんで別に内側でこう見えないようにも何とでもできます。はい、はい、なんでベルトしたくない方はね、この紐をギュッと絞って、はい、履くっていう方も結構多いですね、うんうん、はい、でこれいい、こっちについてると何がいいかっていうと、やっぱね夏でもこう夏用の軽いベルトしたいって方結構いらっしゃる。はいはいはい、そういうのってこう紐ついてるとしづらかったりとか、もしくはできなかったりするのも多いんですけど、はい、これはちゃんとベルトループ付き、はい、なのでちょっとこう夏用の軽いベルトをするっていうことも全然できます。できますね、はい、これが結構大事ですね、はい、はい、なのでそこはお好みでベルトするしないはやってもらっても全然いいです、はい、で素材がいい、素材がいい、はい、素材いいです。でもうベースはリネンコットン、はい、でこのね僕のパンツ選びのこの特にリネンのパンツのこだわりは、はい、僕ねあんま特にパンツはやっぱこうリネンのシャツとかと違うので、うん、ペラペラなの僕嫌いなんですよ、ね、あ要はすぐこうクタクタなりそうなやつ、クタクタシワシワになるよ、頼りないぐらいのリネンは基本的に僕選ばないんですけど、はい、これは、まあ、リネンコットなんで要はねいい意味で腰があるんですよ。はいはい、でも綿100とかのガシッとした感じじゃなくて、うんうん、すごく履き心地感覚的にはこう涼しげ、はい、清涼感のある雰囲気なんだけども、ただこう軽いですと、はいはいはい、要は夏パンですと言えるその素材の雰囲気もこれはすごくいい、うんうん、で要はそういった素材がいいと何がいいと、また色もいいんですよ。色もいいですね、はい、色出しもすごく良くなってきます。はい、で豪華4色展開がありまして、はい、まあ、こういうリネンの展開、ね、素材とかでいうとこの独特なこのこう光沢感っていうかね、うんうん、が出るのもこのやっぱリネンの特徴でもあるんですよね、はい、なんでちょっとこうリネンってこう、まあ、イメージ的にちょっとこう枯れたような色合いというかね、うんうんうん、いい、まあ、要はおしゃれな、おしゃれな雰囲気に出るのがこのリネンの素材です、はい、でいいね、こんだけ色並ぶとね、すごくね多分ね店頭部皆さん迷うと思う。迷うっすねこれ。迷う、はい、多分ね、ま、みんなどれにしようかと迷って2色買いぐらいは何かいると思います。何か今、はい、絶対います。いらっしゃいますよね、はい、絶対。で色をご紹介しますと、はい、白、やっぱ春夏といえばの白はいいですね、はい、もう清涼感ですね、はい、リネンの白、はい、そしてこっちがブラウン。ブラウン、これブラウンもねすごく良くて、うんうん、いわゆるこうちょっとこうブラウンベージュというか、はい、割とこう重たくないブラウンなんですよね、うんうんうん、だからその風合いがまた良くて、はい、僕個人的に気に入ってます。とネイビー、ネイビーですね。ネイビーもねこのリネンのねこうらしい素材いいよね、はい、色の見え方、光沢も、はい、これいいです、目立ちますね。と、結構ね多分人気ナンバーワンな予想が出るのが、はい、オリーブ。オリーブ、オリーブいいです。なんかオリーブね、松田さんもねオリーブ系パンツ大好きだけども、はい、大好きですね。でもねふと思ったけど確かにオリーブ系のリネンってあんまないなと思って、はい、ちょっとこう定番なはずだけど少し新鮮、うんうん、で僕の中では人気ダークホースな予感がしてます。はいはい、てかむしろさっきは大分県の大田さんは、はいはい、もう言ってるような気がするが、はい、じゃあもう早速ねですね、オリーブをね、はい、お買い上げいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。そんなこんなで、まあ、色はね、はい、4色っていうのはねラインナップありますけども、はい、形はぜひ履いた方がいいです。そうですね、はい、ついさっきまでブログの撮影してまして、はい、まさに僕履いてます。履いております。はい、僕が今履いてるのが、はい、これがブラウン。ブラウン、いいね。でやっぱね、いい形の良さ、これ、ね、はい、いいです。本当に程よくゆったりしてます。そう、ね、やっぱこのメリハリは大事かなと思う。はい、この辺ね、このもも感だったりウエストだったりね、お尻周りはやっぱ適度な緩感があるんですよね。はい、でもやっぱこう優しくこうテーパードが効いてるとか、ちゃんと膝下ラインは、ね、優しく絞りも効いてるんで、うんうん、なんかダボっと見えないんですよね。そうですね。だからこんなちょうどいいバランスが履けるってなってます。うんうんうん、これおしゃれ。おしゃれです。そう、今回このパンツの僕皆さんに何がいいかというと、はい、絶対キーワードを僕絶対言いたいのは季節感です。季節感。はい。はい、で、要はね、例えば夏を見越すと、やっぱうち今ね店頭でもこうヤコブのショートパンツとかね、はい、とかもうまさに夏らしいパンツっていうところで、
あるんですけども、はい、ただやっぱなんだかんだ人気はあると言いつつ、はい、やっぱショートパンツ NG 派の人いるんですよ。いらっしゃいますよね。ちょっとまあ恥ずかしいというかね、うん、足立つのはっていう人もいて、はい、やっぱねあの人気もあるけどぶっちゃけアンチもいると、はい、いうのがまあショートパンツかなと思うんですよね、うんうん、でじゃあそういう人たちが NG 派な人たちが、はい、夏のパンツに何を履くのかと、はい、だったらまあそれはもちろんジーンズもいいでしょう。いいでしょ。それはいいです、はい、ただやっぱなんかこう大体履きがちなねそういうこう普段から履きがちなパンツを履くよりは、はい、やっぱこう要は夏の風物としてはリネン、リネンでそういったね季節感のあるものでフルレングス、はい、これを選ぶことがやっぱ春夏パンツの肝じゃないかなと個人的にはもうこれはね大絶賛、間違いないと思います。そう、はい、で、これがねちょうど僕ブラウンを履いてはいるんですけど、はい、実は新垣も履いてます。履いております。はい、はい、というところでちょっとバトンタッチしようか。はい、はい、そうちょうどね荒垣もさっきこうやって見てもまたすごいよ髪がすごいよはい、荒垣が身長体重が174cm の61、うん、はいはいはい、そうこれでね荒垣で今サイズ履いてるのは31サイズ、ね、はい、はい、あそっかさっき言い忘れましたけどもサイズ展開は、30から33までやってます。で、荒垣が、普段だいたい29ぐらい。そうですね、29ぐらい履きますね。そう、インチで言うと29ぐらいを履くんですけど、これで今31、はい。要はね、ウエストもゴムなので、ある程度サイズ感覚は幅広くご紹介できます。なんか感覚的に言うと、30っていうサイズで、まあ、インチ28から、まあ、30ぐらい。で要は荒垣も多分ね30のサイズ履けるんですけど、うん、ちょっとどっちかというとこれワン、ね、ほんの気持ち余裕持って31を選んでるかなっていう感じですね。はい、はい、そうですね。そうでもねやっぱこれもやっぱ分かりやすいね。ももはちょっとふんわりだけどちゃんとこう膝下の絞り効いてる、はい、だからこうやってねちょっとこう短め丈とか履いてもらって革靴スニーカーサンダル、まあそういう合わせはすごくいいと思いますね。そうでちょうど今日のスタイリング的にはブログ撮ってたんですけど上は、バラクータの G9、はい、ちょっとこうアイスグレーのねこれいい色ね、これいい色ですね、はい、でインナーにはこれスリードツあこれまで、ね、実はこの上下は中ね中と T、外のバラクータはブログ全然ご紹介できてないんですけど、はい、中に着てるのが、スリードツの半袖のフォト T シャツ、そして首元にしているのがパルコ店で大人気のジル・プラットナーのネックレス、はい、これねスタッフ受け大人気のねもう超人気ブランドです、はい、で荒垣が履いているのが、ネイビーです。はい、まあでも、ね、このリネンのネイビーもかっこいいね、色合いがかっこいいですね。ああこれいいな、やっぱりネイビーでも重たくならないですね。そうリネン、リネンの素材感ってなんかね色出しが本当に洒落てるんで綺麗に出ます。あでちょうどじゃあもう一回僕のサイズに戻ろうかな、はい、で僕は普段まあ28インチぐらい履きますで、168センチ、はい、58キロでこれ僕で30履いてます。これ30ですね、はい、だからある程度ねそのサイズ感覚も幅広く対応できるからこそ、はい、なんかね履きたいイメージで選んでもらっていいかなと思います。スッキリ派の人はジャストめに買ってもいいし、はい、要はウエストもこう、ね、調整は効くので逆にちょ普段よりちょっと大きめで履こうかなとか、はい、ちょっとこのもも感ゆったりで選ぼうかなみたいなチョイスも全然これできますですよね、はい、うん、これいいね。いいです。改めて、はい、そうちょうど詳しいね写真だったりとかはブログで出ますので他の白、あとオリーブかのスタイリングもちょっと改めてブログで、はい、注目いただければなと思ってます、はい、で、こっちの、アントラミのリネンコットンイージーパンツが、サイズ30から33、はい、でお値段が税込みで、2万7000円の消費税なので、2万9700円です、はいはい、これはね、届いたのが、まあ、昨日なんですけど、はいはい、めちゃくちゃ正直ヒットの予感してますですね、はい、これはこれはめちゃ推しなんでぜひぜひ見てください。ぜひ、はい、っていう、まあ、夏パンなんですけど、はい、ちょうどねあなたまた別で
おすすめも来たので、はい、あのご紹介をさらにもう一個だけさせてほしいんですけど、どうぞ。はい、新垣パンナ系はね、はい、この夏カーディガンいいよ。カーディガン、そう、まあぶっちゃけ今日もね、日中は正直暑いっちゃ暑いみたいなとこなんですけど、暑かったです、ね、はい、でも朝晩ってやっぱ寒いね、はい、まだね、まだまだ全然寒い。だからむちゃくちゃ今の時期ってみんな何着ようかって本当迷う時期なんですけど、はい、でやっぱそんな時にやっぱ重宝するっていうのと、はい、あとは結構パンナでは夏に向けても買い足す人がすごく多いのがカーディガン。カーディガンですね、やっぱ要はさっと、うん、あの羽織るものとしては、はい、もうベストアイテムだと思うんですよね、うんうんうん、っていうところで予告してたんですけども、スメドレー、ジョン・スメドレーのもうシーアイランドコットンのカーディガン再補充できましたよ。はい、で最初の時はこの2色展開だったんですよ、はい、ははは、あのこの2色をあの最初入荷あってっていうところだったんですけど、はい、まあ評判良くて、はいはい、新色王道ブラックっていうところで僕着てます。着てますね。これがちょうど新しく補充できた、はい、あの黒です。うんうん、で今日はだから僕はパンツはアントラミのイージーに、はい、中が、スリードッツの半袖のボーダー T シャツ、はい、これちなみに僕2日前ぐらい買いました。あ、そうですね。でボーダー T シャツにちょっとこう黒ベースのカラーですね。はい、いいよ。いいですね。この素材はね、カーディガンっていうで言うと、はい、うちではザノーネとこのスメドレーがまあ、はいはい、ツートップで、ね、ツートップですね。それぞれどっちももちろんいいんですけど、こっちのスメドレの素晴らしいとこは、はい、とにかくね、柔らかい。柔らかい。柔らかいのと、もうこのね、はい、スメ、あの、ザノーネはどっちかというと、うちが選んでるのはシャリッとしたね、うんうんうん、ちょっとドライタッチなんですけど、確かに。こっちはやっぱもうね、すっごい極上のこうソフトタッチというか、うんうんうん、まあ、こっちの方が、その、なんていうかな、大人味はするかなと思います。あー、はい、なるほど。で、これで僕が S サイズ着てます。 S サイズですね、これもサイズは SM 展開、はい、2サイズ、はい、2サイズでやってます。で、はい、要は、S でもちょっともともとこれちょっとだけゆったりめぐらい、ゆったりめですかね、身幅もちょっとゆったりで肩も少しだけ落とし、はい、っていうところなので、うんうんうん、S サイズでまあ SM ぐらい、はい、で M で ML ぐらいの人は、ML ぐらい、ご対応できるかなと思います。はい、はい、でね、今でみんなこう半袖アイテムを買い足す人も多いですけど、はい、じゃあ半袖1枚でうろちょろしたくないし、うんうんうん、じゃあ逆に言ったら半袖上に何着るんだとね、はい、思う人も、まあ迷う人もね、うん、結構いるんですけども、その人たちに僕ぜひ、もうカーディガンです。もうカーディガンの僕の前開け、はい、この感じってなんかこう、あんま頑張ってない雰囲気なんですけど、そうですね、すごくね、大人見えします。はい、で例えばこの辺のアイテムって似たので言うと大体パーカーとかになっちゃうんですけど、はいはいはい、パーカーのフード付きがあってそれはそれでもちろんカジュアルでいいんですけど、はい、なんかこう、当然カーディガンの方がよりこうシンプルな、ね、デザインなので、うん、大人の方にやっぱそっちが喜ばれてるかなって感じがあります。はい、はい、っていうところでスメドレは、1色追加されまして、はい、3色展開、3色展開、はい、で、まずは僕が着てるブラック。ブラック。はい。そして、この辺もね、かけてたんですけど、補充可能な限りしてます。はい。こっちがクラウドっていうカラー。クラウド。ちょっとこう、はい、ブルーグレー系。うん。これも色綺麗なやつ。色綺麗ですね。と、これはね、レアカラーです。はい。シナモン。シナモン。はい。シナモンね、もういわゆる、まあ、よくね、この的にはこう、テラコッタって言われる、ね。はいはい。こう、オレンジブラウンみたいなカラー。うんうんうん、これがね、僕的には、個人的に大好き。めちゃいい色ですね、はい、でこれももうメーカーさんに無理言って、はい、無理言ってちょっとだけ補充できたので、はい、一応今、クラウド、シナモン、ブラックと、サイズ S と M と全色補充できました、はいはい、揃ってますね。もう我々は困った時はカーディガン、カーディガン万能説を唱え続けてますので本当ね、めっちゃ前から言ってますね。誰も別に流行ってるわけないんだけど僕は言い続けてる。もう多分ね、6、7年言い続けてる、はい、それぐらい大好きなんでカーディガンは、はい、間違いない。ぜひね、持ってない方は一回買ってみてください、うん、こんなに使えるのかと困った時に着れるっていう。確かにっすね。そう、だから例えばさっき言った通りショートパンツとかの時もいいです。はい、ショートパンツに半袖着いたとちょっと子供っぽいなっていう時はやっぱ上に少し袖物をって持ってくるだけでも、うん、それでだけでもショートパンツスタイルも一気に大人めしますので、はい、まあ、とにかくね、万能な一着として、はい、スメドレもぜひ、ご注目ください。
こちら、3万4000円の商品で、まあ、3万7400円ということで、はい、3色サイズ揃いましたので、はい、ぜひご注目ください。はい、はい、まあそんなこんなでもう時間も迫ってまいりますので、そうですかね、はい、で、まあ、5月もね、まあ、突入しまして、はい、また入荷情報も、まあ、あの今月は結構ありますので、おちょっとそれも随時ブログでご紹介しますので、はい、どうぞお楽しみにですと、はい、はい、じゃあそんなこんなで終わりますので、はい、まあまあ気になるものなどありましたら、お問い合わせに、そしてご来店にとお待ちしてます。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。